長らずお待たせしました。それでは健三さんをお呼びしたいと思います。健三さんお願いします。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。はい、失礼しました。さあ今日はダンス大好きな人がこんなに集まってるんですよ。いや、こんなに集まってますよ。ありがとうございます、本当に。さあ、皆さん、ダンスとそして健三さんを見にここにいらしてるわけですが、はい、健三さん、よろしければパーティーの振り付けを私たちにレクチャーしていただけないでしょうか。はい、OK です。やっちゃいましょう。ありがとうございます。やっちゃいましょう。それでは、健三先生、レクチャーよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、あの平成はね、あの USA でこうやらせていただいたんですけど、まあ、令和はパーティーで行こうかなって思ってます。ありがとうございます。じゃあちょっとね、今回ね、皆さんしっかり振りを覚えてもらいたいと思います。なぜなら今日のこのダンス動画にインスタに投稿しちゃいます。なのでみんなが踊ってるダンスが、僕の、インスタに投稿されます。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとレクチャーしていきたいと思うんですけど、まず右手を上げます。こう向くと右手を上げて、はい、右手左手、はい、で投げちゃいます。はい、もう一回いくと右手左手投げて、その投げた手をこうキャッチします。そしてバイーンってことですね。はい、左手はちょっと伸ばしてくれると嬉しいですね。はい、右手はキャッチ、左手は伸ばすってことですね。もう一回いくと右手左手投げてバイーンっていうことですね。大丈夫ですか。ちょっと見えてないんですからね、すいません皆さんもね。もう一回いきますよ、せーの、右手左手投げてバイーン。はい、今日踊れる子が多いので足もちょっとつけちゃいますね。本番と同様で、あの膝をちょっと曲げてください。ちょっと曲げちゃいます。じゃないとね、膝が伸びちゃうとねパツパツになっちゃうとね、膝曲げちゃいます。で膝をパタパタしちゃいますね。パタパタ、膝パタパタですね。パタパタ分かりますか。パタパタ分かりますか。あ、そうですそうです。はい、それパタパタですね。はい、いきますよ、膝パタパタ。はい、でこの時に右左右左って乗ってください。右左右左、パタ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 バイーンってことですね。おお、いいですね、反応いいですね。さすがです。はい、じゃあこれを右手左手投げた時にちょっと背伸びしてください。はい、大事ですね。これそのままじゃなくてリアルは伸びる、そのままバイーン。はい、あの揺れたい人はもうすごく揺れちゃっていいですか。このぐらい揺れちゃっていいですか。はい、もう一回いきますね、せーの、右手左手投げてバイーン、右手左手投げてバイーン。これ今日15秒バージョンあるんですよ。はい、短縮バージョンでボヨヨンって音がつくんで、ちょっと聞いてもらっていいですか。一回ちょっとあの15秒バージョン の短縮バージョンちょっと聞かせるんで、貼り方を教えます。ちょっと聞いてください。はいはい、ここで乗っちゃいます。最後揺れてるって2回だけですね。いいですね、いいですね、皆さんの笑顔いいですね。そのボヨヨヨーンってやりたいですね。バイーンってやりたいですね。もう一回聞いてみますか。お願いします。はいはい、バーシックスエイ、右左投げてバイーン、右左投げてバイーンってずっと続ける。
音が切れても続ける。ちょっと近いですね。すいません、本当に JC の方、本当に勘弁してもらっていいですか、本当に。はい。ですね、この感じでいきたいと思います。最初は、もうフリーで大丈夫ですよ。大丈夫ですか？最初、右手、左手投げて、バインっていうのは、フリーで大丈夫です。もうここ、ラララララララ、もう自由に乗っちゃってください。ヘイ、右手から入ります。もう一回行ってみましょうかね。はい。じゃあ、音でいきます。揺れてるっていうことですね。だから近いですよ。本当にやめてくださいね。僕先生ですから、あなたのね、本当。あなたは先生ですから。教え子寄ってくるっていう圧がすごい。じゃあこれをちょっと撮りたいと思います。はい。なので僕のスペースちょっと上げちゃってください。これ下から撮ります。もういいですか？撮りますか？はいはい、ここに入りますから。はい、よし、もうちょっとみんな下がろう。もうちょっとみんな下がろう。下がろう。中入っちゃった、入っちゃった。いいよいいよ。うん、下取ろうかな。ここから引いていける？あ、横か。上から取るパターン、はい、はいはいはい。じゃあ上から取るパターン一回いきましょうかね、はい、ちょっとカメラの人が2パターンですね。2パターン取りたいということなので、上から一回いっちゃいます。大丈夫ですか？で、踊ってない方もちょっと盛り上げちゃってください。さっきのチアリーディングは精神ですね。はい、いいですね。じゃあ、行っちゃいましょうか。大丈夫ですか？皆さん、行けますか？行っちゃってもいいですか？じゃあ、行きましょう。レッツミュージック。はい、ありがとうございます。ちょっと口、うん、うん、あ、OKOKOK。 なんかすごい注文の高いカメラマンだったんで、衣装着たダンサーの人は上に上がってください。 OK、 ダッシュ走って、で、あ、それも衣装着てる、うん、衣装着てる子は上がって、で、制服のみんなたちだったりとか高校生の皆さんは下で OK ですか？なんかダンサーが欲しいみたいです。注文の多い料理みたいですね。はい、はい、子供たち見えないから上に上がっちゃって、行け、走って、よし、高校生後ろ行くよ。もうやっちゃいますよ、これ。いいですね。こういう絵欲しかったですよ。みんな準備 OK？ いけますか？ちゃんと先生の言うこと聞けますか？
いいですね。じゃあいっちゃいますよ。皆さんいきますよ。そうですね、マイクがね、これ調子悪いんですよね。いきますよ、ミュージックスタート。パリ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  PARTY近いです、本当に。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、健三さん、ダンスレクチャーありがとうございました。ありがとうございます。どうですか、健三さん。はい、今日は皆さんとパーティーを踊って、今どんな気持ちですか。いや、本当に嬉しいですよね。自分たちの楽曲なんですけど、こんなにこうダンスとか音楽って人を変える力だったりとか、元気を与えてくれる力ってあるんだなっていうのも本当に思います。今日パフォーマンスしてくれたみんなもそうですし、ダンスをしてくれてる方はみんなそうなんですけど、本当にダンスっていうツールで一つの空間がこんなにもうみんな知らないじゃないですか、子供たちだったりとか大人たちだったりとか。でも一つのダンスでこんなにも広がりがあるものなんだなっていうふうに思いましたし、すごいとてもいい空間だったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ここで改めてもう一度写真撮影をしたいということですので、はい、健三さん、このままここをステージで、ステージ上から写真を撮りたいと思いますので、いいですか、もう一枚よろしいですか。いきましょう。ありがとうございます。ちなみにポーズはどんなポーズにしましょうか。いや、ポーズは本当はやっぱ本当はですよ、バインしたいんですよ。あ、バインを。でもバインしたいんですけど、エビナダンス、今日エビナダンスを中心に来てるので、はい、エビナダンスの東西南北広がる和のこの丸を作っちゃいましょう、みんなで。はい、和のポーズは右手と左手をこう輪っかみたいにする。そうなんですよ ね、 ですね、右手をポイントこうやってあげて、左手をこうすくう感じですね。はい、それで丸描いてくれればいいですね。東西南北広がる和という和、ね、はい、じゃあ和で撮る感じですね、はい、それではじゃあ皆さん一度、高校生の方一度じゃあこっちの方に来ていただいて、あそこにカメラがありますので皆さん見ていただいて、そして広がる和の準備、皆さんお願いします。